はい、メッセージたくさんいただいてましてですね、はい、日本シリーズについて、苫小牧ラジオネーム蕎麦屋の直さん、ガンちゃん、淵上アナウンサー、前田アフタヌーンです。ホークスが日本一で終了した日本シリーズ、やはり日本一を決める試合しびれました。本当に野球というスポーツは面白いスポーツだと思いました。シーズンも含め日本シリーズを通してホークスの松田今宮選手をはじめ内野手の一塁へのビシッと投げる送球を見て守備への意識の高さに感心しました。試合が締まりテンポが出ますよねと、来年は我がファイターズがあの舞台で頂点に立つぞというふうにいただきましたね。いや本当にいいゲームでしたよね、このね日本シリーズね、今年ね、ねセリーグは3位のチームが下克上で、はい、日本シリーズに参加したと、はい、まあそういった意味でもすごく注目しどころ満載の日本シリーズだったよ、はい、初めの3勝ホークスがした時はそのまま行くかと思ったけど、うん、まあ後がないベイスターズたちはもう最後刃を向いたね、はい、よく言うやんか、子犬がさ、力のない子犬でもさ、はい、もう切羽詰まった、もう隅にまで追い込まれた時にはさ、もう刃を向いて向かっていくと、はい、うん、まあそんな感じでさ、もうなりふり構わず思いっきりかかっていったもんね。なんか急にそういう捨て身の野球になった時に、はい、ベイスターズがすごく土俵際強かったもん。そうですね、選手たちも伸び伸びやったよ。まあ、でもそれをこう受け止めて最後はやっぱりね、日本一に輝くそのホークスの強さっていうのもね、さすがですね。やっぱ心が体を動かすなと、はい、うん、決断するのは考えるのは脳だけど、最後決断をしてさ行動にするのは心だなと思ったのが、はい、サファテ、はい、すごいな、ね、そうですね、もし今日試合やったら登板考えるとこやったよ、はあ、3イニングやね、初めてですね、来日して3イニング、しかも最初2イニングで、工藤監督は、終えようとしてたところをサファテがいけると言って、で結局3イニング投げて、まあ、もうその間にもうこのゲームはサファテに託したから、その間に勝とうというふうになったということなんそうですね。チーム全体が思うわけよ、はい、男気でマウンドに上がったそのサファテを見て、はい、この試合取らな、今までやってきた俺たちに何の意味があるんだっていうぐらいのね、はい、掛け声一つもあったかもよ。まあやっぱりね、そのソフトバンクでその、レギュラーシーズンもね、日本新記録のセーブ数も記録したりとか、うん、やっぱこのサファテがやっぱり軸になってるんですね。なってるね。9回の野球がもう8回と計算するぐらい絶対的な存在やん、はい、昨日の試合なんてさ、はい、サファテの2イニング目、はい、サーテの2イニング目投げ終わった後に彼すごいガッツポーズでベンチ下がっていったやんか、はい、あれってさアドレナリンマックスなんで、はい、次ベンチに帰って落ち着いて次のイニングもっぺん出すの難しいね、これアスリートとして、はい、うん、難しいんだけどちゃんと心を整理してもう一度高いアドレナリンとともにハイパフォーマンスが出せたサファテが、これ能力高いね。素晴らしいですね。素晴らしいよ、ね、ほんであそこだ、はい、山崎康明が投げてて内川の場面、はい、ホームラン打った時、はい、俺見ててさ、あれこれ内川だったらうまくフェンスの向こうまで運ぶんじゃないかなっていう空気が見えるぐらい内川がバッターボックス落ち着いてたもん。はあ、うん、でその役者は、ベイスターズの山崎康明の一番のストロングピッチ、はい、そのツーシーム、まあ、いわゆるスプリット、ホームボール系の球やね、はい、それを狙って打ったら、ね、レベル高いな。やっぱりこう、あれですね、そのサファテもそうだし、内川もそうだし、その軸となる選手が大事なその大舞台では、やっぱり仕事をしますよね、うん、した方が勝ちますよね。それとね、はい、やっぱそういう時ベンチよく映るでしょ、テレビでも、はい、ドカッと背中、ベンチに過ぎて座ってる人間、一人もおらんやん。まあね、ここ一番の試合かもしれんけど、うん、シーズン通してざーっと見直しても、はい、ベンチに座って息を整える、もしくはシューズを履き替える、はい、でいろんなことを考えてるシーンはあるけど、ドカッと背中をつけて、まあ言うたらあぐらかくような感じで座ってる人間一人もおらへんって、うん、
それ以上僕が何が言いたいか分かるでしょ。まあね、まあ短期決戦っていうね、うん、ゲームもあるんでしょうけど、やっぱりもうみんなで戦ってるっていうのはすごくこう伝わるので、うん、ああいうゲームをレギュラーシーズンでね、まあ、うん、見たいですね。打とうが打たないがということですね。できるチームやし、はい、もう経験済みのチームやね。はいはい。まあ言うたら2016年それで制覇してるわけでしょ。そういうことですね。あの時の前のめりの姿勢、戦う姿勢っていうのは持ってるんだから。はい。うん。で、メッセージさらに続きましてですね。はい。旭川のリラックマさん。はい。毎週楽しく拝聴していますが、メールは初めて送ります。最初は賑やかすぎる番組だなと思ってましたが、今は聞けないときはタイムフリーで聞くくらい番組にハマっていますと。本当にありがとうございます。昨日もエスコバー投手頑張っていますね、うん、今週はやってもいいんじゃないですか CS のエスコちゃん、今日の番組も楽しみにしています。ピアノフォルテさん、エスコバーもシリーズでよく投げたと思います。せっかくなので今年のエスコちゃんとして今年のエスコバーを振り返ってほしいですねと。オカメ納豆さん、私はエスコバーに注目して見てました。最後はフォアボール2個出してしまいましたが、全体的には良かった印象です。日本ハムにいた時とはまるで別人でしたねと。ガンちゃん、久しぶりにエスコバーのあのコーナーやってほしいですということで、もう多くの方から熱望されているあの企画ですけれども、うん、やりますか。それでは今シーズン最後になるでしょう。このコーナー行きましょう。今シーズンのエスコちゃんということで。待ってたんでしょ、はあ、待ってたんでしょ、待ってましたね、うん。まずね、僕は彼に対してとっても思ったことは、はい、ラミレス監督は恩人やね、はあ、うん、あのファイターズでは、はい、早々と彼のウィークポイントが実は出てしまったのよ、シーズンの初めに、はい、コントロール、はい、ここ一番での制球難、はい、それが彼のウィークポイントとしてパリーグに全体に知れ渡ったの、はい、なので初球に見て入るバッターたちだらけだったの、はい、うん、でそれで、あ、これは困ると、はい、であればまだデータが少ないあのセントラルリーグ、そしてラミレス監督とはもう窮地の中でしょ、はい、うん、言葉のケア、ビフォーケア、アフターケアもすぐできるラミレス監督がエスコバーうち預かります、もらいますよっていうような、まあそういったトレードが成立してよかったよ。うん。ほんでラミエスがバッター心理を直接伝えたんだろうね。はい。で、日本のピッチャー、日本のバッターのその特徴。はい。エスコバーに日本のピッチャーの特徴も言ったと思う。それは日本のバッターの特徴があるから。はい。うん。そこで、まずベースの上で自分の強いボールを、ボールで勝負するんだというのを分からせ。はい。あれ、ファールでカウント稼いでて、横浜に行ってから。はい。ほんで、バッターにいろんなことを考えさせて、ボール球も振らしたりしてたのよ。はい。でも、やっぱりですよ。はい。最後の最後、両リーグの最高峰の試合の中では、勢いプラス、やっぱ繊細なコントロールも必要だということを、肌で感じたと思う、エスコバーは。うん。だから、まだまだ、あれ、年は前のまだ若かったと思うねんな。そうですね、24歳だ。加藤と同じですよね、確かね。うん。はい、日本のこのプロ野球で最高峰の試合でいい経験とともに野球界がすごく成長したと思うよ。だそういった意味でラミレス監督にすごく感謝の気持ちを持ってほしいと、はい、うん、日本ハムでもそういう教育はできたと思うんだけど、日本ハムは事情が違うやん、はい、エスコバーは即戦力で欲しかったわけやから、はい、育てる余裕、時間の余裕がなかったわけよ。はうん、ね、だったら違う選手とともにトレードを成立させて、はい、じゃあラミレス監督、じゃあエスコバー育てますよねと、はい、うん、ラミレスもそういうつもりで、監督もそういうつもりで獲得したんだと思うわ。いや、なんか昨日も見てましたけど、うん、ファイターズにいた時と表情というかね、なんかね、うん、引き締まり方が顔のなんかこう、凛々しさが違うなと思ってね、あんな顔でファイターズの時投げてなかったよな、なんていうふうに思いましたけど。ずばりその通りで、ここ数か、はい、ヶ月でもすごく成長してんねん。はい、はい。うん、本当、1球2球見てくるバッターに対しても、はい、困った時にベースの上でファールを打たせるボールを自信持って投げれるようになって、彼がカウント稼げるようになったの。はい。うん、それだけじゃ済まないのが日本シリーズのやっぱレベルの高い野球やったね。見てくる見てくる、もう一つ見てくるみたいな感じでやっぱボールカウント悪なったもんね。そうですね。まあ本当いろんな名言を残したのがね、懐かしいなというふうに、ね、思いましたけどもね。はい。はい。来シーズンもまあベイスターズでプレーするんでしょうから。
はい、楽しみです。自分の中では上り調子だ。お前ずっと大変なことあったんじゃないかって、よう突っ込んだもんやけど。もう監督も。向上心が良かったよな、ね。監督も早くエスコバーを、もう、本当のエスコバーを見せてくれ、つってね、うんうん。監督も言ってましたからね。言った。いつ見せてくれんだ、つって言ってたのが。でも、懐かしい。笑って言えるっていうになりました。そうやね。はい、短期決戦なので、ああ、エスコバーってこんなピッチャーだったんだね、と。はい、ファイターズにもうちょっとあの時間のゆとりがあれば、うん、こういう姿もファイターズの中で見れたけどねっていうことやね。そうですね、うん、球の強さは本当に素晴らしいものがね、特にありましたよね、はい、では、続いてですけれども、まあ、昨日は日本シリーズ終わりましたので、これで2017年シーズンが終了ということになりまして、ここからはストーブリーグとなりますが、 FA 権を行使するという選手は6日の月曜から14日火曜日までの期間に球団に意思を伝えます。15日水曜日に宣言選手が公示され、16日木曜日から全球団との交渉解禁です。で、まあ、脂っこい話になってきますけれども、ファイターズは宮西、大野、矢野、海外 FA、増井、中田、国内 FA の権利を持っていて、矢野以外は迷っている模様と。で、ホークスは明石、川島、マリーンズ、唐川、岡田、ライオンズ、牧田、秋山、バファローズ、T、岡田、タイガース、大和、俊介など、他球団の主力選手も国内 FA の権利を、新しく取得しているということですね。これどうなるかっていうのは本当に、まあ、シーズン終わって次の注目ポイントになってきますけれども、なあ、まあ、今日の報道では、ファイターズは中田は行使せず残留じゃないかというような記事も出てまして、なるほど、増井、大野は行使するんじゃないかと。で、いずれも、まあ、宣言残留ファイターズは認められていると、宮西も含めてですけどもね、うん、はい、ということのようですね。ブラックいな。そうですね、どうなるか分かりませんが、あとホークスは明石、ね、うん、タイガース大和、うん、まあ、FA 宣言するんじゃないかと、うん、いうことですね。あとライオンズの牧田はこちらは FA じゃなくてポスティングによるメジャー移籍を志願して、まあ、球団が容認、うん、してるんじゃないかと。取得しているのは国内 FA ということなんでね、海外行きたいっていうことになるとポスティングじゃないとダメということなんですね、牧田はね。まあ、牧田のアンダーハンドってなかなかおらんからね、うん、年齢的にもラストチャンスだということで本人がなんか直訴したというような報道は出てますが、あとポスあの FA で行くよりポスティングの方が球団にお金入るからね。まあそうですよね、うん、はい、ということで、まあ、ちょっとこればっかりはという話なんですが、宮西は、はい、宮西の体調をよく理解しているファイターズが、はい、宣言残留で彼の権利をしっかり反映させるべきやね、宮西、はい、うんうん、あの他チームに行ってもフル回転のピッチャーから重宝するけども、はい、あの宮西の在り方をもうただのフル回転のピッチャーだともう彼手術もしてるし、はい、ほんで彼も意気に感じて頑張るけど、もしかしたらオーバーヒートがやってくるかも。でもここ数年の宮西を見ていてずっと肌で感じてるファイターズだと、はい、あ、これ休まさなければいけない、本人がいけると言っていても、はい、いやこれ休まないとシーズン終盤機能を絞らなきゃ困るってなった時のアウンのバランスが取れるのはファイターズしかないと思う、ね、なるほど、そうですね。ま、麻酔は複数団が興味を持っているということで、で大野は中日がねもう、職種を伸ばしているというふうに言われてますけれども、うん、まあ、あんまりそれはまあ本当に水面下の情報でさ、そういうことですね、水面は水面上だな、はい、まだ本だどうなるか、まあ、宣言もしてないんでね、行使するとも言ってない、水面下、うん、どっちか分からん、はい、うん、情報があんまり肩するとタンパリングになるからね、はい、まあ、と言われているという報道ですね、うん、そう、事前交渉反則やから、はい、うん、ということで分かりませんが、はい、うん、でも欲しいやろね、チーム事情で言うと、まあそうでしょうね、うん、あ、経験済みのキャッチャー欲しいと思うよ、はい、ドラゴンズはね、そうですね、うん、はい、で、田村コーチもいるでしょ、ああそうですね、うん、元ファイターズのね、そう、はい、ということで、まあちょっとこれは来週以降ね、また動きがどんどん出てきますので、話題の中心になると思います。中田はさ、はい。宣言もせずに残留だったらさ、給料下げるんで、だいぶ下がるね。まあなんかそういう何度か交渉していて、ダウンテージはされてるというような報道はあるようですけどね。うんうんうん。はい。まあそれでもやっぱり、もう一回ちゃんとファイターズで、チームに貢献してっていう思いがあるのかどうかはまだ、
まあ、本人の力ということで待ちましょう。そうやね。はい。待ちましょう。で、もう一つ、沢村賞が、発表されてまして、ジャイアンツの菅野ですね。はい、今年の沢村賞投手ということになりました。セリーグの最多賞と、うん、あと最優秀防御率で沢村賞ということで、はい、ジャイアンツから2002年の上原以来15年ぶりと。ライオンズの菊池雄星と同じ5項目でクリアしてたんですけれども、堀内委員長がベストワンを選ぶということで、まあ、協議した結果と。やっぱり、防御率勝利数で12球団トップだったということですね、うん、そこで菅野になったということですね。はい、はい、うん、そうやね。まあ菅野かな。あれだけ苦しいジャイアンツ事情を支えまくったもんね。まあ雄星も頑張ったけどね。そうですね、菅野17勝菊池雄星16勝、勝率も菅野7割7分3厘、菊池雄星7割2分7厘、投球イニングも187回3分の1と187回3分の2とほぼ同じ、奪三振が217で雄星の方が171より多いですね。で防御率が 1.59 と 1.97 ということで、まあ、登板ゲームも25試合26試合ということで ほぼ同じだったんですけども、やっぱり菅野が上がったということになりました。うん、はい、ちなみにね、あの来シーズンからは7回3失点という補足基準を設けるということだそうです、沢村賞。時代の流れやね。はい、10完投というのがね、一つあるんですけれども、項目で、うん、まあ、2013年の金子千尋が最後ということで、うん、まあ、6回自責3のクオリティスタートよりもハードルを上げて、7回3失点というものが補足基準に加わるという。沢村賞ですね。沢村賞やったら7回2失点でもええけどな、ちょっと甘いな。ああ、そうですか。これ僕の意見よ。もっとですね、じゃあ。あの、ただのクオリティスタートじゃダメ。ハイクオリティのそういうピッチングが、はい。何試合あったかだと思うよ。これちょっと優しいな。あ、これ7回3失点というか、7回自責3ですね。はい。失点じゃなくて自責でね。7回自責2やで、岩本がもしインに入ってたら。はい、はい、厳しいですね。まあ、それぐらい、それぐらいだということですね、沢村賞はね。いや、そうそういうことです。まあ、先発完投型のピッチャーが対象ですからね。そう、はい、わかりました。はい、以上ですということで、ここまで野球の情報をお伝えしました。経験とともに野球感がすごく成長したと思うよ。だそういった意味でラミレス監督にすごく感謝の気持ちを持ってほしいと。はい、うん、あの日本ハムでもそういう教育はできたと思うんだけど、日本ハムは事情が違うやん。はい、エスコバーは即戦力で欲しかったわけやから、はい、育てる余裕、時間の余裕がなかったわけよ。はあ、うん、ね、だったら違う選手と共にトレードを成立させて、はい、じゃあラミレス監督、じゃあエスコバー育てますよねと、はい、うん、ラミレスもそういうつもりで、監督もそういうつもりで獲得したんだと思うわ。いや、なんか、昨日も見てましたけど、うん、ファイターズにいた時と表情というかね、なんかね、うん、引き締まり方が顔のなんかこう、リリースさが違うなと思ってね、あんな顔でファイターズの時投げてなかったよななんていうふうに思いましたけど。ずばりその通りで、ここ数か、はい、ヶ月でもすごく成長してんねん。はいはい。うん、あの、本当、1球2球見てくるバッターに対しても、はい、困った時にベースの上でファールを打たせるボールを自信持って投げれるようになって、彼がカウント稼げるようになったの。はい。うん、それだけじゃ済まないのが日本シリーズのやっぱレベルの高い野球やったね。ね、うん、見てくる見てくる、もう一つ見てくるみたいな感じでやっぱボールカウント悪くなったもんね。うん、そうですね。あ、まあ本当いろんな名言を残したのがね、懐かしいなというふうに、ね、思いましたけどもね。はい、はい、来シーズンもまあベイスターズでプレーするんでしょうから、うん、はい、楽しみです。自分の中では上り調子だ、ずっと大変なことあったんじゃないのによう突っ込んだもんやけど、もう監督もその向上心が良かったよ、ね、監督も早くエスコバーを本当のエスコバーを見せてくれっつってね、うんうん、監督も言ってましたからね、言った、いつ見せてくれんだっつって言ってたのが、でも懐かしい、笑って言えるっていうになりました。そうやね、はい、短期決戦なので、あ、エスコバーってこんなピッチャーだったんだねと、はい、ファイターズにもうちょっとあの時間のゆとりがあれば、うん、こういう姿もファイターズの中で見れたけどねっていうことやね。そうですね、うん、球の強さは本当に素晴らしいものがね、届きましたね。はい。
では、続いてですけれども、まあ、昨日は日本シリーズ終わりましたので、これで2017年シーズンが終了ということになりまして、ここからはストーブリーグとなりますが、FA 権を行使するという選手は、6日の月曜から14日火曜日までの期間に球団に意思を伝えます。15日水曜日に宣言選手が公示され、16日木曜日から全球団との交渉解禁です。で、まあ、脂っこい話になってきますけれども、ファイターズは宮西、大野、矢野、海外 FA、増井、中田、国内 FA の権利を持っていて、矢野以外は迷っている模様と。で、ホークスは明石、川島、マリーンズ、唐川、岡田、ライオンズ、牧田、秋山、バファローズ、T、岡田、タイガース、大和、俊介など、他球団の主力選手も国内 FA の権利を、新しく取得しているということですね。これどうなるかっていうのは本当に、まあ、相手のピッチャーから重宝するけども、はい、あの宮西のあり方もうただのフル回転のピッチャーだともう彼手術もしてるし、はい、ほんで彼も息に感じて頑張るけどもしかしたらオーバーヒートがやってくるかも。でもここ数年の宮西を見ていてずっと肌で感じてるファイターズだと、はい、あこれ休まさなければいけない本人がいけると言っていても、はい、いやこれ休まないとシーズン終盤機能を絞らなきゃ困るってなった時のアウンのバランスが取れるのはファイターしかないと思う、ね、なるほど、そうですね。麻酔は複数団が興味を持っているということ で大野は中日がねもう、職種を伸ばしているというふうに言われてますけれども、まあ、あんまりそれは、まあ、本当に水面下の情報でさそういうことですね。水面は水面上だな。はい、まだ本田どうなるか、まあ、宣言もしてないんでね行使するとも言ってない水面か、うん、どっちか分からん、はい、情報があんまり肩するとタンパリングになるからね、はい、まあ、と言われているという報道ですね。事前交渉反則やから、はい、うん、ということで分かりませんが、はい、うん、でも欲しいやろねチーム事情で言うと、まあ、そうでしょうね、うん、あ経験済みのキャッチャー欲しいと思うよ、はい、ドラゴンズはね。そうですね、うん、はい、で田村コーチもいるでしょ。ああそうですね、うん、元ファイターズのね。そう、はい、ということで、まあ、ちょっとこれは来週以降ねまた動きがどんどん出てきますので、話題の中心になると思います。中田はさ、はい、宣言もせずに残留だったらさ給料下げようぜだいぶ下がるね。まあなんかそういう何度か交渉していてダウンテージはされてるというような報道はあるようですけどね。はい、まあ、それでもやっぱりもう一回ちゃんとファイターズでチームに貢献してっていう思いがあるのかどうかはまだ、まあ、本人の口からということで待ちましょう。そうやね、はい、待ちましょう。で、もう一つ沢村賞が発表されてましてジャイアンツの菅野ですね、はい、今年の沢村賞投手ということになりました。セリーグの最多賞と、うん、あと最優秀防御率で沢村賞ということで、はい、ジャイアンツから2002年の上原以来15年ぶりと。ライオンズの菊池雄星と同じ5項目でクリアしてたんですけれども、堀内委員長がベストワンを選ぶということで、まあ、協議した結果と。やっぱり、防御率、勝利数で12球団トップだったということですね、うん、そこで菅野になったということですね。はい、はい、うん、そうやね、まあ、菅野かな、あれだけ苦しいジャイアンツ事情を支えまくったもんね。まあ、雄星も頑張ったけどね。そうですね、菅野17勝、菊池雄星16勝、勝率も菅野7割7分3厘、菊池雄星7割2分7厘、投球イニングも187回3分の1と187回3分の2とほぼ同じ。もう本当1球2球見てくるバッターに対しても、はい、困った時にベースの上でファールを打たせるボールを自信持って投げれるようになって彼がカウント稼げるようになったの、はい、うん、それだけじゃ済まないのが日本シリーズのやっぱレベルの高い野球やったね。見てくる見てくる、もう一つ見てくるみたいな感じでやっぱボールカウント悪くなったもんね。そうですね、まあ本当いろんな名言を残したのがね懐かしいなというふうに、ね、思いましたけどもね。はい、はい、来シーズンもまあベイスターズでプレーするんでしょうから、うん、はい、楽しみです。自分の中では上り調子だ、ずっと大変なことあったんじゃないのによう突っ込んだもんやけど、もう監督もその向上心が良かったよ、ね、監督も早くエスコバーを本当のエスコバーを見せてくれっつってね、うんうん、監督も言ってましたからね、言った、いつ見せてくれんだっつって言ってたのが懐かしい、笑って言えるっていうになりました。そうやね、はい、短期決戦なので、あ、エスコバーってこんなピッチャーだったんだねと、はい、ファイターズにもうちょっとあの時間のゆとりがあれば、うん、こういう姿もファイターズの中で見れたけどねっていうことやね。そうですね、
うん、球の強さは本当に素晴らしいものがね、届きましたね。はい。では、続いてですけれども、まあ、昨日は日本シリーズ終わりましたので、これで2017年シーズンが終了ということになりまして、ここからはストーブリーグとなりますが、FA 権を行使するという選手は、6日の月曜から14日火曜日までの期間に球団に意思を伝えます。15日水曜日に宣言選手が公示され、16日木曜日から全球団との交渉解禁です。で、まあ、脂っこい話になってきますけれども、うん、ファイターズは宮西、大野、矢野、海外 FA、増井、中田、国内 FA の権利を持っていて、矢野以外は迷っている模様と。で、ホークスは明石、川島、マリーンズ、唐川、岡田、ライオンズ、牧田、秋山、バファローズ、T、岡田、タイガース、大和、俊介など、他球団の主力選手も国内 FA の権利を、新しく取得しているということですね。これどうなるかっていうのは本当に、まあ、シーズン終わって次の注目ポイントになってきますけれども、まあ、今日の報道では、ファイターズは中田は行使せず残留じゃないかというような記事も出てまして、なるほど、増井、大野は行使するんじゃないかと。で、いずれも、まあ、宣言残留ファイターズは認められていると、宮西も含めてですけどもね、うん、はい、ということのようですね。うわー、ブラックいな。そうですね、どうなるか分かりませんが、あとホークスは明石、ね、うん、タイガース、ヤマト、うん、まあ、FA 宣言するんじゃないかと、うん、いうことですね。あとライオンズの牧田は、こちらは FA じゃなくてポスティングによるメジャー移籍を志願して、まあ、球団が容認、うん、してるんじゃないかと。うん、取得しているのは国内 FA ということなんでね、海外行きたいっていう、うん、なんか急にそういう捨て身の野球になった時に、はい、ベイスターズがすごく土俵際強かったもん。そうですね、選手たちも伸び伸びやったよ。まあ、でもそれをこう受け止めて最後はやっぱりね、日本一に輝くそのホークスの強さっていうのもね、さすがですね。やっぱ心が体を動かすなと。はい、うん、決断するのは、考えるのは脳だけど、最後決断をしてさ、行動にするのは心だなと思ったのが、はい、サファテ。はい。すごいな。ね、そうですね。もし今日試合やったら登板考えるとこやったよ。はぁ、あ。3イニングやね。初めてですね、来日して。そう。3イニング。しかも最初2イニングで、工藤監督は、終えようとしてたところをサファテが、いけると。うん、言って、で、結局3イニング投げて、まあ、もうその間に、もうこのゲームはサワテに託したから、その間に勝とうというふうになったということなんですね。そうですね。チーム全体が思うわけよ。はい。男気でマウンドに上がったそのサワテを見て、はい。この試合取らな、今までやってきた俺たち何の意味があるんだっていうぐらいのね、はい。掛け声一つもあったかもよ。まあ、やっぱりね、そのソフトバンクで、その、レギュラーシーズンもね、日本新記録のセーブ数も記録したりとか、うん、やっぱこのサファテがやっぱり軸になってるんですね。なってるね。9回の野球がもう8回と計算するぐらい絶対的な存在やん。はい。で、昨日の試合なんてさ、はい、サファテの2イニング目、はい、サファテの2イニング目投げ終わった後に彼すごいガッツポーズでベンチ下がっていったやんか。はい。あれってさ、アドレナリンマックスなんで、はい、次ベンチに帰って落ち着いて次のイニングをもっぺん出すの難しいね、これアスリートとして。はい、うん、難しいんだけどちゃんと心を整理してもう一度高いアドレナリンとともにハイパフォーマンスが出せたサファテが、これ能力高いね。素晴らしいですね。素晴らしいよ、ね、ほんであそこだ、はい、山崎康明が投げてて内川の場面、はい、ホームラン打ったとき、はい、俺見ててさ、あれこれ内川だったらうまくフェンスの向こうまで運ぶんじゃないかなっていう空気が見えるぐらい内川がバッターボックス落ち着いてたもん。はあ、うん。で、その役者は、ベイスターズの山崎康明の一番のストロングピッチ、はい、そのツーシーム、まあ、いわゆるスプリットホームボール系の球やね、はい、それを狙って打ったらね、レベル高いな。やっぱりこうあれですね、そのサファテもそうだし内川もそうだし、その軸となる選手が大事なその大舞台ではやっぱり仕事をしますよね、うん、した方が勝ちますよね。それとね、はい、やっぱそういう時